エルフの剣士、はあ、さあハロウィンだ。夜に繰り出しているぜ。ハロウィン、さあ行くぜエルフの剣士。さあハロウィンといえばやはりここアメリカね、アメリカ村の三角公園だよな。なんか賑わっているぜ。さあなんかちょっと注目を集めているな、エルフの剣士。ふん、さすが遊戯王だからな、世界的な人気を誇っているぜ。さあコスプレしてる人も結構いるな。何ゴーストパンプキング、エルフの剣士って攻撃だが攻撃力は相手の方が上だぜ。勝てるのかエルフの剣士。ふん、ここはやはり逃げるか。何なんか写真撮影を求められているね。やはりね、遊戯王の、うん、代表するカードだからな。非常に人気があるぜ、エルフの剣士。さあ、なんか道頓堀の方に来ているが、めっちゃ人が多いぜ。はぁ、まあ、なんか撮影を求められているが。さあ、やはりエルフの剣士は有名なようだな。何こいつだ、フォートガスティエース。と同じジャンプのね、うん、非常に人気キャラ同士の。ボンボコラボというわけだな。さあ、なんか日本橋の、うん、太田ロードホームにやってきたぜ。アニメイト、この辺があんまりコスプレしてる人がいないからちょっと浮いているな、エルフの剣士。だが盛り上げていくぜハロウィンを、全速前進。ふん、なんか見たことあるね、はあ、風景だが、なんかこの辺にカードショップがあるという噂があるらしいぜ。ふん、乗り込むぜ。さあ、なんかエレベーターがないようだな。階段で登っていくしかないのか。こいつはなかなか体力を使うぜ。さあ、やっと着いたな。さあ、カードショップに、はあ、入ったぜ。何こいつは、自販機のオリパか。最近のカードショップにはよくあるやつだが。さらにショーケースに、へえ、いっぱいのカード。テンションが上がっているな、エルフの剣士。さあ、なんかいい感じのカードはあるか。さあ、この辺がちょっと昔のカードが、何並んでいるようだが、何、はあ、このカードはまさか、はあ、エルフの剣士初期仕様のスーパーレア。はあ、早速ショーケースを開けてもらうぜ。さあ、状態をチェックだ。もう買うつもり満々のようだが、さあ状態をよく確認しているが、はあ、さあ割と古いカードの割には綺麗だな。値段もお手頃だ。さあ、ライフポイントを500払い、カードをセット、暗証番号を入力。何パンプキング。さあハロウィンだからな、追加でカードを購入するぜ。果たしてあるのか。こちらのゴーストキングパンプキングでお待ちください。パンプキング、はぁ、さあ原作に出てもあんまり正直強いカードではないが、こんなカードも揃えているとはな。なかなかやるな。30円になります。30円、安いぜ。ではちゃんといたします。ゴーストパンプキングのカード、はあ、なかなか珍しいカードをゲットできたぜ。さらにエルフの剣士スーパーレアカード、結構いい値段で買えたな。テンション上がっているぜエルフの剣士。何これ、オリパか。カオス、カオスソルジャー。何買うのかエルフの剣士。確かにこの激レアのカオスソルジャーが当たるならチャレンジしてみるか。
あ、違います。なに、2枚も行くのか。1万円お願いします。さあ、ライフポイントを1万ポイント払い、行くぜ。行くぜ、ドロー。2枚目、ドロー。さあ、伝説の剣闘士カオスソルジャー、引けるのか。早速開封していくぜ。カオスソルジャー、うららとかも入ってるみてえだな、ツェンティースとか。さあ行くぜ、運命のドロー。さあ、これは間に挟んでいるカード。なに、こいつは遠征騎士オジエ、プリズマティックの遠征騎士オジエのカードが、はあ。遠征騎士デッキは非常に強力だぜ。最高レアのプリズマティックだ。そして2枚目いくぜ。さあ、今度こそ当たるか、カオスソルジャー、運命のドロー。はあ、これは普通のノーマルカード。なに、こいつはマナドゥンプライムハート。さあ、マナドゥンのエースカード、プリズマティックか。なかなかレアカードが当たったようだな。はあ、さあ、ハロウィンを満喫したようだぜ、エルフの剣士。結構久しぶりのハロウィンだからな、楽しめたぜ。ふん、さあ、来年のハロウィンも楽しみだな。